1907年のチフリス銀行強盗事件、またはエリバン広場の強奪事件は、1907年6月26日に、ロシア帝国のカフカス総督府下にあった、チフリス兼、チフリスで起こった、武装強盗である。革命のための活動資金を必要としていた、ボリシェビキが、エリバン広場を通って郵便局と、ロシア帝国の国立銀行の支店間を移動する。 現金輸送車を襲撃した。現金を運ぶ馬車の周囲は警官と軍人が固めていたが、ボリシェビキの爆弾と銃撃を受けて多数の死者が出た。当局の記録によると死者は40人、負傷者がさらに50人前後いた。強盗たちは34万千ルーブリを奪い、逃走した。強盗は、レーニン、スターリン、リトビノフ、クラーシン。 ボグダーノフといったボリシェビキの最上層部が指揮し、スターリンの幼馴染で名優であったテルペトロたちが実行犯となった。彼らの実力行使はロシア社会民主労働党。そのためレーニンとスターリンはこの事件から距離を取ろうとした。この事件や同じような強盗の余波でボリシェビキの指導部にも亀裂が生じ、レーニンはボグダーノフやクラーシンと他元を分かった。 ボリシェビキは結果として強盗に成功し、大量の現金を獲得したにもかかわらず、警察が高額紙幣の投資番号を把握していたため、奪った金の使い道は、ほとんどなかった。1908年1月にレーニンは、ヨーロッパ各地で複数の人間が、同時に高額紙幣を監禁するという計画を立てたが、この作戦も失敗して、大量の逮捕者が出ただけでなく、強盗事件に、 彼らが関与していたことが世界中の知るところとなり、ヨーロッパの社会民主主義者からも批判を受けた。カモは事件の直後にドイツで逮捕されたが、3年以上にわたって狂気を装うことで刑事裁判を逃れ、精神病棟から脱走した。しかし2年後に別の強盗事件を計画中に再び身柄を拘束された。 1907年の強盗事件も含め過去の犯罪について死刑が宣告されたものの、後に終身刑に減刑され、さらに1917年の革命の影響で牢獄から解放された。事件の首謀者や実行犯のうち裁判にかけられたのは彼一人であった。カモが亡くなるとエリバン広場のそばにあるプーシキン広場に埋葬され、記念碑も混流された。 スターリンの時代に、この記念碑は取り壊され、カモの墓も別の場所に移動された。1895年12月のレーニンの手配写真ソビエト連邦共産党の前身である、ロシア社会民主労働党が結成されたのは1898年である。その目的は、マルクス主義の下で、ロシア帝国にプロレタリア革命を起こすことであった。その革命の一環で、 RSDLP などの革命家たちは様々なレベルの実力行使に出ていた。その一つが X、Z の略で革命の活動資金のために政府や民間の資産を強奪することの因号であった。1903年以降、RSDLP はボリシェビキとメンシェビキという二大派閥に分裂する。1905年の革命によりロシア帝国の圧力が強まると、 RSDLP は1907年の5月から6月にロンドンで第5回党大会を開き、両派閥間の対立の解消を目指した。この時点でも意見が分かれていたのは実力行使をどう考えるかという問題であった。この大会でレーニンが束ねていた好戦的なボリシェビッキのほとんどが強盗を革命のための一手段として正当化していた。一方でメンシェビッキは、 より平和的で全身的な革命の達成を主張し、実力行使には反対であった。結局この党大会で X は秩序を乱す、大敗的な行為とされて、あらゆる実力行使への参加、または支援を非難する決議案が採択され、党に関係する全ての武装集団に解散が呼びかけられた。この決議案をメンシェビキの全員とボリシェビキの一部が支持し、 投票結果は賛成が65%と反対が6%であった。個別に委員会を作ることの禁止は当時であったにもかかわらず、この第5回党大会中にボリシェビキはボリシェビキセェントルと呼ばれた自分たちの運営組織を結成し、それを RSDLP 内でも秘密にしていた。このセェントルを率いるのはレーニン、クラーシン、ボグダーノフの3人による 金融グループであった。党の活動と並行しながら、第5回党大会が始まる頃には、ボリシェビキの上層部はすでに、ロシア各地で無数の X を計画しており、大会の終了からわずか数週間後には、チフリスでの大規模な強盗計画も控えていた。第5回党大会に出席する前に、ボリシェビキの重要メンバーは1907年4月に、 ベルリンで会合をもって武器購入のための資金を得るための強盗計画について話し合っている。この会合には、レーニン、クラーシン、ボグダーノフ、スターリン、リトビノフらが出席していた。そして、スターリンとアルメニア人のシモンテル・ペトロがチフリスの銀行強盗を指揮することが決まった。29歳のスターリンは、妻エカテリーナと生まれたばかりの息子ヤーコフと共に、 チフリスに住んでいた。スターリンは強盗を直接に指揮したこともあり、その成果もあって、セントルからは重要な財務担当者として評価が高かった。彼より4歳若いカムは、その非常さで知られており、後年のエピソードには、自ら手を下した男の胸から心臓を切り取ったこともあった。そして、荒ごとがある時には、彼がドルジーナとあだなされた。 犯罪組織を指揮していた。スターリンによれば、カモは変装の名人であり、レーニンは彼をカフカスの盗賊と呼んでいた。スターリンとカモは古い馴染みであり、スターリンが彼をマルクス主義者に転向させたのであった。ベルリンでの会合後、スターリンとリトビノフはチフリスに行き、カモに予定を伝えるとともに襲撃の計画を練った。ロマン・ブラックマンの ヨシフ・スターリンの機密ファイルによると、スターリンは、ボリシェビキのメンバーとして、犯罪組織の活動に関与しながら、ロシアの秘密警察であるオフラナへの情報提供も行っていた。スターリンは、オフラナ内の窓口であるムフタロフという職員に、銀行強盗の計画があること、しばらくしたら、さらに情報が提供できることを約束した、とブラックマンは主張している。 チフリスでスターリンは強盗の計画に着手し、国立銀行の業務体制について内部情報を提供する人間を二人確保した。一人はギゴカスラージという名前の銀行員で、もう一人がチフリスの銀行業を取り扱う郵便局に勤めるボズネセンスキーという名の,の人間で、こちらはスターリンの古い学友であった。ボズネセンスキーは後に ロマンティックな詩を書いていたスターリンに浸水する、あまりに窃盗を手伝ってしまったと語っている。彼はその立場から現金が国立銀行のチフリス支店に駅馬車で輸送される、時間帯がわかる、非公開の予定表を見ることができた。スターリンは彼を通じて、1907年6月26日に馬車で大量の現金がこの支店に輸送されることをつかんだ。 馬車を襲うための爆弾の製造にはクラーシンの尽力があった。そしてカモの仲間がこの爆弾をソファの中に隠してチフリスに持ち込んでいる。強盗のほんの数週間前にカモはこの爆弾に新刊を取り付けようとして誤って爆発させてしまった。彼はこの事故によって怪我を負い、片目には死ぬまであざが残った。激しい痛みで1ヶ月もの間ベッドに寝たきりになり、 ようやく全開したのは強盗を実行する直前であった。強盗の結構当日である1907年6月26日、スターリンを含む20人のメンバーがエリバン広場に集合して最後の爪を行うと襲撃の準備のため持ち場に散らばっていった。一方で当局も強盗に先立って内部通報を受けていたので革命家たちがチフリスで何か大掛かりな行動を 計画ししてていることを把握しており警備の数を増やして、広場の辻ごとに衛兵を置いていた。警備が予定より増強されていたため、強盗団はあらかじめ巡回している憲兵や警官に、当たりをつけて、広場を高所から見下ろす監視役を置いた。実行犯たちは、ほとんどが拳銃と手榴弾を隠し持ちながら、農民の格好をして、通りの辻に待機していた。それとは、 対照的に、カモは、騎兵単位に変装して、コロナシの馬車であるフェートンに乗って、広場までやってきた。彼らは襲撃の前段階として、広場に面した酒場のティリプチュリを占拠した。事件の目撃者となったダビド・サギラシビリの回想によると、彼は、エリバン広場を歩いているところを、バチュアクプリアシビリという友人からこの酒場に来るよう、呼びかけられ、 そこでじっとしているように言われた。酒場に入ると武器を持った男たちが中の人間を外に出さないようにしていることに気づいた。すると広場に銀行の輸送車が近づいていることを知らせる合図があり、男たちは拳銃を手にして素早く店を出て行った。ロシア帝国の国立銀行のチフリス支店は馬車で郵便局と国立銀行間で資金を移動しようとしていた。馬車には 現金が積まれており、ライフルを持った護衛が二人、銀行の会計と水筒係が一人ずつ乗っていた。後ろには武装した兵士が何人も乗った馬車が続き、周り置き場に乗った小サックが固めていた。強盗に使われたような典型的なフェートン午前10時30分ごろ、現金を積んだ馬車が人通りの多い広場を横切った。クプリアシビリが合図を送ると、強盗団たちは馬車めがけて、 手榴弾を投げ込んで馬と護衛を投げ倒し、馬車と広場を囲む警備に銃撃を開始した。爆弾はあらゆる方向から投げ込まれた。グルジアの新聞は次のように報じている。激しい射撃音がして、それが大砲のとどろく音なのか爆弾が炸裂したものなのか、判別のつく人間は一人もいなかった。この騒音であちこちにパニックが起こっていた。ほとんど、 街全体が慌てふためき、皆が駆け出した。ロバ車や入馬車も急ぎ足で離れていった。爆弾の威力は凄まじく、周囲の建物の煙突はなぎ倒され、窓という窓が割れ飛んだ。スターリンの妻のエカテリーナスワニーゼは、家族と一緒に、広場の近くにある自宅のバルコニーにいた。爆発音が、そこまで届くと、彼女たちはおののいて、家の中に引っ込んだ。 現金輸送車に繋がれた一頭の馬が爆弾で怪我をした足で駆け出して車両を引っ張っていったのでクプリアシビリとカモもう一人の仲間だちこちブリアシビリがそれを追いかけたクプリアシビリが爆弾を投げて馬の足を吹き飛ばしたが自身もその爆発に巻き込まれ地面に叩きつけられて気絶したほどなく意識を取り戻した彼は警察や軍が到着する前に 広場から脱出することができた。ちぶり足びりが馬車から現金の入った袋をつかみ出し、カモは拳銃を発砲しながら別の馬車に乗り込んだ。そして別のメンバーもやってきて、カモの乗る馬車に金を投げ込んだ。時間に追われたため、その場に2万ルーブルほどが残されたが、それを懐に収めた業者の一人は後に窃盗罪で逮捕されてしまった。大金を手に入れたカモは、 馬車に乗ってすぐさま広場を離れた。途中で警察の馬車に遭遇したが、彼は、騎兵隊員のふりをしてこう叫んだ。金は無事だ。広場に急げ。馬車に乗った副官は素直に従い、その場しのぎの嘘に騙されたことを知るのは、事件の肩がついてからのことであった。カモはアジトまで馬車で行くと、そこで変装を解いた。強盗団たちは、あっという間に方々に散らばり、 捕まった者はいなかった。1913年のチフリスの地図の一部強盗団の一人、エリソロ・ミナージェは、教師の制服を盗んで変装し、死種類類となった広場に戻っている。人馬の死骸が横たわる中、広場にはおよそ50人の怪我人が倒れていた。当局は死亡者は3名だけであったと発表したが、オフラナの記録文書を当たると、 実際には40人前後が亡くなっていることが明らかになった。国立銀行の損失は正確にはわからないが、最も確からしいと考えられる数字の一つが34万千ルーブリであり、これは2008年の時点の340万ドル前後に相当する。およそ9万千ルーブリが追跡の不可能な小額紙幣であったが、残りは高額の500ルーブリ紙幣であり、 当局が当時番号を把握していたため監禁は困難であった。サンクトペテルブルクで秘密警察が保有していた IV スターリンに関する名簿スターリンがこの日何をしていたかはよく分かっておらず意見が分かれている。P.A. パブレンコという人物によればスターリンも馬車の攻撃に参加し爆弾の破片で負傷したという。かもは後からスターリンは強盗には加わっておらず。 遠くで見ていただけだと言っている。警察の資料によればスターリンは残酷な殺戮劇をタバコを吸いながら家の中から眺めていた。また別の資料によればスターリンは実際には鉄道駅にいて広場にはいなかったことになっている。スターリンの義理の姉妹は彼が強盗があった日の夜に帰宅していてその成果を家族に語って聞かせたと言っている。この事件における スターリンの役割は同志であるボリス・ニコライフスキーとレフ・トロツキーからも疑問視されている。スターリンのライバルであり後に暗殺されたトロツキーは著書のスターリンにおいてジフリスの強盗事件やそれ以外の当時ボリシェービッキが行っていた武力行使に関する出版物を様々に比較して他の人間は戦っていた。スターリンがしていたのは離れたところでの指揮だったと述べている。 また、ニコライフスキーによれば、この事件に限らず、カモたちのグループの活動に、スターリンが果たした役割は、後年に誇張されている。一方で、クンミクローシュは、当局の資料を分析して、1904年後半から1905年前半まで、スターリンが、強盗計画の策定に関わっていたことは、確実であり、チフリス強盗事件を起こした。 メンバーの初期計画をスターリンが袖から操っていたことはもはや明らかだと述べている。現金輸送に必要な装置この強盗事件は世界中の新聞の一面を飾った。爆弾の雨。革命家たちが大群衆に破滅を、チフリスの爆破と暴動、大惨事。爆弾で死者多数、17万ドルが奪われた。当局は軍を動員して、 奪われた金の確保と犯罪者の捕獲を目指して道路を閉鎖して広場を包囲した。警察の捜査を指揮する特別捜査班も投入された。しかし目撃者の証言は混乱して食い違い、捜査は難航した。さらにこの事件の背後にいるのがどういう集団なのかもわからなかった。ポーランド人の社会主義者、アルメニア人、アナキスト、社会革命党、果ては、 ロシア政府まで関与が疑われた。ブラックマンによれば、事件から数日後に、オフラナのエージェントであるムフタロフが秘密の部屋で、スターリンを尋問している。彼らは、事件の最中に、スターリンが遠巻きに見守っていたという噂を聞いていた。彼がスターリンになぜ情報を渡さなかったのか尋ねると、スターリンは盗難を防げるだけの情報は当局に提供してあると答えた。 尋問はエスカレートして激しい抗論になった。ムフタロフはスターリンの顔を殴り、周りの人間が止めに入るほどであった。この一件の後で、ムフタロフはオフラナの職を解かれ、スターリンもチフリスを出て、バクーに行き、そこでサタを待つように命じられた。スターリンはそれに従い1907年7月にバクーに出発した。ブラックマンは、 この一件について確かな証拠があると主張しているが、スターリンがその青年時代にオフラナと協力関係にあったかどうかについては、長年にわたって歴史研究者が議論をしており、いまだ結論は出ていない。強盗で奪った金ははじめチフリスにあるスターリンの友人の家に保管されていた。マットレスに縫い込まれていたので、持ち運ぶにも保管するにも余計な疑惑を持たれることがなかった。 このマットレスは別の安全な家に運び込まれた後で、チフリス気象台の館長のカウチの上に置かれた。おそらく、この場所を選んだのはスターリンがここで働いていたからで、ある。一部の文献では、スターリン自身が金を気象台に移動するのを、手伝ったとしている。館長は、盗んだ金が自分の部屋にあったとは全く知らなかったと後に語った。その後、 盗んだ金の大半をカモが当時は、ロシア帝国の一部であったフィンランドにいるレーニンのところに持って行った。カモはこの年の夏をレーニンの別荘で過ごしている。秋になると、武器と弾薬を買い付けるために、パリからベルギーに行き、200個の新刊を買いに、ブルガリアへも出かけた。それからベルリンに行って、レーニンの手紙を有名なボリシェビキの医師であった、ヤコブジトミルスキーに届けた。 カモの目は爆発で受けた傷が完全には治っていなかったので治療可能かどうかも相談している。しかしレーニンは知らなかったがジトミルスキーは密かにロシア政府のエージェントの仕事もしていた。すぐにオフラナに通報が入りベルリンの警察にカモを逮捕するように要請が行われた。警察がカモを捉えてみると偽造されたオーストリア人のパスポートや 新刊の入ったスーツケースが見つかった。後者は別の大規模な銀行強盗で使う手はずになっていたものであった。マクシム・リトビノフカモンが逮捕されたことを聞いたレニーは自分も逮捕されることを恐れ、妻を連れてフィンランドを脱出した。追っ手がつかないよう夜間に凍った湖の上を5キロメートル近く歩いて近くの島で蒸気船を捕まえた。 氷の上を渡っている最中に、レーニンともう二人の同行者は、氷が水中に沈み始めて、溺れかける場面もあった。当時を改装したレーニンは、それが死ぬほど愚かな方法にも移ることを認めている。なんとか逃げおせた、レーニンたちは、その足で、スイスに向かった。目印のない紙幣については監金も容易であったが、当時番号がある五百ルーブリ札は当局に、 把握されており、ロシアの銀行で監禁することは不可能であった。1907年の末までに、レーニンは監禁できずにいた500ルーブリ札を国外で監禁することにした。クラーシンも偽造の腕を持っていたお抱えの人間に投資番号の一部を改変する仕事をさせている。500ルーブリ札のうち200枚をマルティン・ギャドーフが国外に運び出した。レーニンの計画は、 人数を動員して、この500ルーブリ札をヨーロッパ各地の銀行で同時に換金するというものであった。ジトミルスキーもこの計画を知らされたため、それをそのままオフラナに報告した。当局はヨーロッパ中の警察機関に連絡を取り、この紙幣を換金しようとした者は誰であっても、逮捕するように要請した。1908年1月、 500ルーブリ紙幣を監禁しようとした人間が大量に逮捕されている。ニューヨークタイムズは500ルーブリ札を監禁しようとして警察から関門された女性の記事を掲載している。彼女は仲間に落ち合う計画の証拠になる紙を飲み込もうとしたが警察に喉をつかまれて紙を回収され後から鉄道駅で仲間も逮捕された。逮捕者の中でも最も有名なのが マクシム・リトビノフである。彼は手持ちの500ルーブリ札12枚をロンドンで換金するためにパリ北駅で愛人と列車に乗ろうとしているところを逮捕された。しかしフランスの法務大臣はリトビノフと彼の愛人をフランス国外に追放してしまったのでその身柄の引き渡しを求めていたロシア政府は憤慨した。フランス政府は ロシア側の要求が伝わるのが遅すぎたと公式に回答したが一部の文献によると引き渡しを拒絶したのはフランスの社会主義者たちが彼らの安全を確保するように政治的な圧力をかけたからであった。レーニンの妻ナジェージダ・クルプスカヤが回想録で一連の出来事について語っている。革命を実現するためにチフリスを襲撃して得たお金はボリシェビキのものになった。 でもそのお金は使うことができなかった。全部500ルーブリ札であったので、換金しなければいけなかったのだ。こういう場合に、銀行は必ず紙幣の投資番号を一覧にしているので、少なくともロシア国内で買えることは不可能であった。どうしたってお金は必要であった。そこで、同志たちが集まって、外国のいろんな街で同時に、 この500ルーブリ札を監禁しようとしたのが私たちがスイスに着いてわずか数日後のことであった。ジトミルスキーが警察にこの計画の存在を知らせていたので、それに関わっていた人間は捕まってしまった。チューリヒグループのメンバーのレッド人はストックホルムで逮捕された。ジュネーブグループの最近ロシアに戻ってきたメンバー、オリガラビチはミュンヘンで ボグダサリアンとホジャミリアンと一緒に逮捕された。ジュネーブでは、ニコライセマシコが、逮捕された男に送ったハガキが彼の家に届いた、ことがきっかけで捕まってしまった。ブラックマンによれば、レーニンは大量の逮捕者が出た後も500ルーブリ札の、監禁を模索し続け、その一部を、モスクワ在住の無名の女性と1万ルーブリだけ、交換することに成功していたという。しかし、 ニコライフスキーによれば、レーニンは仲間の逮捕が続いて、以降は紙幣の監禁を諦めたが、ボグダーノフは来たアメリカで紙幣の交換に挑み、クラーシンは紙幣の投資番号を偽造することに成功し、いくらか監禁することができたという。ほどなくして、レーニンたちは手元に残った500リューブリ札をすべて燃やしてしまった。死を受け入れて、至極穏やかな気分だ。 俺の墓穴に生いた草はもう人の背丈ほどにもなっているだろう。永遠に死を逃れることはできない。人は必ずいつか死ぬ。だが俺は自分の運をもう一遍試してみるつもりだ。脱走のためなら何でもやってくれ。多分、俺たちはまだまだ敵どもを笑いのめすことになっているはずだが、俺は足かせつけだ。やりたいようにやれよ。俺は、 もう何があろうと心の準備はできてる。1912年、死刑を待つカモが、仲間の囚人に渡した手記、レオニード・クラーシン・ベルリンで逮捕され、裁判の開始を待っている間に、カモは弁護士のオスカー・コームを通じて、クラーシンから手紙を受け取った。そこには、裁判を受ける資格がないと思わせるために、精神作乱を予想へと書いてあった。そしてカモはそれを実行に移した。 食事を拒否し、着ている服を引き裂き、髪の毛をかきむしるだけでなく、首をつるまねをし、手首を切り、自分の排泄物を口にした。彼が症状を偽っているのではないことを確かめるために、ドイツ人の医師は、カモの爪と指の間にピンを打ち込み、背中に長い針を刺し、焼きごてで肉を焦がしたが、彼は演技をやめなかった。すべてのテストが終わってから、 ベルリンの収容所の委長は1909年6月に、この男、カモが狂気を装っていると考えるに至る根拠は存在しない。精神疾患を抱えていることは疑いようがなく、法廷に出頭したり裁判を受ける能力もない。今後完全に回復するかは極めて疑わしいという所見を述べている。1909年、カモは身柄を引き渡されて、 ロシアの刑務所に移されたが、そこでも精神作乱のふりを続けた。1910年4月には、チフリスの強盗事件における役割を問われて、裁判にかけられたが、彼は裁判の進行に全く無関心で、シャツに隠していたペットの鳥に餌をやって平然としていた。当局が彼の正規を図りかねている間、裁判は中断されている。結局裁判では、チフリスで、 強盗事件を働いた時は正気であったが、現時点ではおそらく精神疾患であるため、回復するまでは監禁すべしという判断が下された。1911年8月、狂気を装い始めてからすでに3年以上が経った頃、チフリスの刑務所の精神病棟に入っていたカモは、窓の鉄格子をノコギリで切り落とし、手製のロープで下まで降りて脱走を果たした。カモは、 当時の体験を次のように回想している。何から話そうか。あいつらがやったことといえば、俺を投げ飛ばしたり、両足を殴りつけたり、そんなところだ。そのうちの一人は俺に無理やり鏡を見せてきた。そこに目をやると、映っているのは俺じゃなかった。なんというか、頬のこけた猿のような男が、ゾッとするような、惨めな表情で歯を噛みしめていた。頭に浮かんだのは、 ひょっとして俺は本当に狂っちまったのかという考えだ。その瞬間はつらかったが、なんとか自分を取り戻して、鏡に唾を吐いたよ。何そうした方があいつらの好みだと考えたのさ。生き残れるのかそれとも本当に狂っちまうのかと俺はひたすら考えた。こいつは良くなかった。自分で自分が信じられなかったんだからな。当局はもちろんやり方を心得ていて、 科学にも頼る。しかしあいつらはカフカス人のことは分かっちゃいない。多分カフカス人なら誰でも不安でいるうちは正気じゃないんだ。それじゃ誰が誰の頭を狂わせるって言うんだそこから先には行かなかった。あいつらはあいつらの武器を、俺は俺の武器を持っているということだ。チフリスでは拷問にかけられなかった。あいつらはよもやドイツ人が、 間違いはすまいと考えているらしかった。脱走したカモは、パリで、レーニンと打ち合い、レーニンとボグダーノーフ、クラーシンが、仲違いを起こしたという話を聞いて嘆いた。レーニンには、逮捕されたこと、牢獄で狂気のふりをした時のことを話している。そして、パリを離れてクラーシンとも再会したカモは、新たな武装強盗の計画を立てた。 しかし計画が実行される前にカモは再び逮捕さて、それで1913年にチフリスの事件も含めた過去の行いについて裁判にかけられた。この時は週刊中に狂気を装うことはせず、かつて狂っていた時に自分に起こったことはすべて忘れてしまったという作戦に出た。裁判はすぐに終わり、彼には4件分の死刑が宣告された。今度こそ死は、 免れないように思われたが、1913年にロマノフ長が300周年を迎え、それを記念した恩赦によってカモたち死刑囚は長期の懲役に限刑された。さらに1917年には2月革命が起こり、カモは解放された。カモを別にすれば、強盗の関係者で裁判にかけられた者はおらず、当初は事件の背後に誰がいたのかが不明であったが、 その後カモやリトビノフたちが逮捕され、ボリシェビキの関与が明らかになった。メンシェビキは裏切られたという思いから怒りに燃えた。この強盗事件が起こったことで、ボリシェビキ・セントルは、党の中央委員会と独立に動いており、党大会で決議された禁止事項に違反していることが明らかになった。メンシェビキの指導者であったプレハーノフは、ボリシェビキとの決別を呼びかけている。 彼の同志である、マルトフも、ボリシェビキセントルは一派閥による、秘密の中央委員会と、犯罪集団の中間にある、何かだと語っている。統治フリス委員会は強盗を理由に、スターリンたちを除名している。レイニンの行動についても党が調査を行う、はずであったが、ボリシェビキによって妨害された。強盗事件の死亡が発覚したことで、グルジアでのボリシェビキの人気はさらに低下し、 チフリスではほとんど指導的な影響力がなくなった。スターリンの妻が1907年11月に亡くなると、スターリンは、チフリスにはほとんど帰らなくなった。ミハイルズ・ハカやフィリップ・マハラジェのようなグルジアで、指導的な立場にいたボリシェビッキは、1907年以降、グルジアを離れるものがほとんどであった。有名なチフリスのボリシェビキであった、スティパン・シャウメアンもバクーに拠点を移している。 チフリスでのボリシェビキの人気は地に落ち、1911年にはこの街に残っているボリシェビキはわずかに100人程度であった。2007年のトビリ市の自由広場また事件の影響でヨーロッパ中の社会民主主義者たちからボリシェビキツエントルは嫌われた。レーニーはこの事件に関する議論に自分の名前が出ないようにしたことからおそらくそれが原因の一つとなって、 ボグダーノフやクラーシンとの関係に亀裂が入った。スターリンもカモの犯罪組織からは距離を置き、彼が果たした役割が公になることはなかった。1917年のロシア革命以降、強盗に関わったボリシェビキたちの多くが、新たなソビエト連邦で高い政治的地位を得た。レーニンはソ連の初代首相として1924年に亡くなるまで君臨し、 スターリンがその後を継いで1953年に亡くなるまで独裁をていた。リトビノフは外務大臣にあたる外務人民委員となり、クラーシンは1909年にレーニンと決別して、以降政治の舞台から姿を消していたが、1917年の革命以降ボリシェビキに復帰し、ロンドンにソ連の通商代表として駐在するとと,ともに、1926年に 亡くなるまで対外貿易人民委員を務めた。刑務所から解放されたカモはソビート連邦の税関の仕事に就いた。一説には秘密警察で働くためには精神的に不安定に過ぎたからだという。彼は1922年に自転車を漕いでいる最中にトラックに轢かれて死んだ。事故でなかったという証拠はないものの、 スターリンが口封じを命令して殺させたのだという論者もいる。ボグダーノフは表向きには思想の違いを理由に1909年に党を除名された。ボリシェビッキが革命を起こすと彼は真のプロレタリア文化の実現を目指す組織であるプロレトクリトの理論的支柱として活動した。口頭が行われたエリバン広場は1921年に ソビート当局によってレーニン広場に改名された。1956年にはレーニンを称える彼の巨大な像が建設されている。血生臭い強盗事件に関わったにも関かかわらず、カモはエリバン広場のそばにあるプーシキン広場に埋葬され、その名誉を称えて彫刻家のヤコフ・ニコラージェによる記念碑も建てられた。しかし、スターリンの時代にこの記念碑は撤去されてしまい、 墓も別の場所に移された。レーニンの像はソビート連邦の最末期である1991年8月に倒され2006年同じ場所に自由の像が設置された。ありがとうございます。